木下選手のオーストラリアの特徴は非常に軽快な体さばきと、そして体さばきの中で左手と右手を巧みに使った崩し、崩しが非常に上手なんです。左手で打つ、そして右手で引きつける、これを体さばきの中で使います。すると、そして引き手の感覚、試合でも同じように検討内容を使っています。この釣り手と引き手の使い方、そしてもう一組最後の引き手と釣り手を使っていますね。そしてこの左の自然体、自然体から軽快な手さばき、軽快な手さばきの技を使っています。左の釣り手、そして右の引きつけ、これが非常に相手を崩していく大きな動作になっています。大きく踏み込んで、大きく踏み込んで、そして足を踏み込んで、足を踏み込んで、足を踏み込んで、この前に張り足ですね。かかとではつま先に近い、大きくつま先に近い、それがオーストラリアの特徴です。大きく踏み込んで、大きく足を入れ、ナイスイング。次に、崩しですけども、両方の使い方、釣り手を使うというわけですね。釣り手の場合は、足を引き手を引きつけました。相手をこういうふうに引きつけました。相手をこういうふうに引きつけました。そして、相手が小さい場合は、崩しますと、自分自身の知能が伝わって、相手が小さい場合は、今度は自分の夢を引きつけました。この、どういうふうに崩しと、足の踏み込みが、同時の選手と違います。だから、初心者の人も持ち寄せていくんですよ。まず一つに、この人のことを言うのは、ロースの中にも、まず、成功の中に踏み込んでいるんですよ。どうしても足が、ここにしてですね、ここにしてですね、足の上の上に通すのが足の上に上に上にしてですね、これが先生の上に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 彼の言うことで、黙ってしまう。これも、そして回ってしまう。もっと大きく、人の相手は成功のように、大きく踏み込む。ということは、大事じゃない。何の技でもそうなんですけども、相手にその場で止まってもらうと、非常に技の形を作りやすいです。これは、ロストバリの形を作る。ロストバリはまず自分の形を作る練習をするためには、相手に止まってもらって、そこに自分の技を練習。こういう練習を、相手の筋トレにしてもらいます。こういう形が、オーストラリアの本当の形が できてきますと、今度は相手を下がっていく、相手を下がっていくということを練習します。柔道に対するのは、止まっている姿勢で、
相手が動いているうちに自分の体を合わせることが大切です。この時は相手が下がることが非常に多いですから、下がることが下がることが下がるでしょう。こういう練習をすると非常に必要です。山下選手の場合はこの強いときこの人の変化が非常に大切です。そして非常にバランスがいいです。ボールチャンネルかける、ペンタブルかける、押すボールチャンネルかける、さらに相手に下がったところ、そこに押すんです。私の得意技は、押す下がり、持ち上げ、基礎したのですが、この3つの技を得意としたのは、中学に入り、中学時代の試合先生に教わっています。私の特徴は、クロスとの試合を中途半端に同じ組で、タップルを同じにして、突き抜くと、突き抜くのが、人につながっている、これが私の重要な動きの特徴になると思います。分散の運動、分散の運動、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 自分の出会いの時に、要は、突然の時に、それを